ようこそお越しくださいました。それではただいまから平成26年度動物愛護フェスティバル in 福岡の開会式を始めさせていただきます。司会進行させていただきますのは、恒例でございます、私白石よしのでございます。よろしくお願いいたします。それでは開会にあたり主催者を代表いたしまして、動物愛護フェスティバル in 福岡実行委員長佐々木博よりご挨拶を申し上げます。佐々木委員長、よろしくお願いいたします。おはようございます。ございます。実行委員長の佐々木と申します。天気を心配しておりましたが、おかげさまで、少し寒くはありますが雨は降らずに、こうやって多くの、愛護団体の方と一緒に動物愛護フェスティバルを無事、開始させることができました。非常に嬉しいことと思います。今年は動物愛護管理推進実施計画平成21年から始まりまして5年目になりまして、ちょうど今見直しをやっております。今までやれることは大体やってきたという状況ですが、これからはやれないかなと思っていたこと、やるのが難しかったことがいっぱい残されております。それをどうやってこれから10年間かけて乗り切ろうか、やり遂げようかということを一生懸命みんないろんな方と相談しながら今考えております。ぜひ皆さん、この動物愛護フェスティバルの間でも皆さんのお考えを我々に伝えていただき、それをこれからの、計画に反映させていきたいと考えております。今殺処分数が非常に大きな、問題となっております。犬は解決してきました。問題は猫です。特に子猫の殺処分数をどう減らすか、これが一つの大きな問題です。それともう一つが、東東部の動物管理センターを名前の通りアニマルポートという愛称の通り、殺す場所から生かす場所にどう実質的に変えていくか、これが2つ目の大きな課題だと考えております。ぜひ皆様のお知恵を借りし、力をお借りして、そういうふうなものを実行して実現していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。この動物愛護フェスティバルはそういったさまざまな問題を皆様と共有し、そしてまた楽しむ場でもありますので、ぜひ楽しみながらそういったことを話して皆さんで盛り上げていければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。佐々木委員